時刻は5時30分となりました。プレーボールまであと30分です。早から神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、こんにちは。 Welcome to the 神宮スタジアム。スワローズスタジアム DJ バトル級です。そして後ろの隣は神宮球場のスワローズファンとスバミちゃん。はい、スバミちゃん、今日もよろしくお願いします。子供たちも楽しみにしているつらみちゃんとのキッズのコーナー、つらみちゃんと遊ぼう。今夜も3回の裏終了後に行います。参加して演歌のリスクが正解勝ったりするとね、今日ご来場いただいている皆さんにもいいことがありますので、ぜひ皆さんお楽しみに、そして応援もよろしくお願いいたします。さて、昨日の試合はですね、しびれる投手戦でしたね。1点ビハインドで塩見選手が同点タイムリー、延長に入ってつないで、そして塩見選手自身初のサヨナラ打で勝利いたしました。塩見選手がね、ヒーローインタビューで残してくれたあの言葉もね、本当に今あのチームがいい状態だなというのがね、伝わってくる言葉でした。さあ、これでね、もう皆さんご存知の通り、マジック53がね、点灯して、これは史上最速となりましたけども、そもそもね、選手のみんなが口を揃えていきます。1試合1試合、目の前の試合を全力でということで、今日このカードね、勝ち越しのために、今日も全力でプレーをしていきます、東京ブルーのスワローズ選手たち、今日応援に来てくれた皆さん、手拍子、クラップハンズ応援で、チームを勝利へと導いていきましょうね、応援よろしくお願いします。そしてライトさんと応援の皆さん、今日も応援のリードをよろしくお願いします。今日も横浜 DeNA ベイスターズを迎えてのゲームとなります。ベイスターズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは。早くからご来場ありがとうございます。ともに気持ちいい優勝を得て盛り上げていきましょうね。よろしくお願いします。ご来場いただいた皆様にお願いです。大変気温も暑くてですね、大変なんですけども、飲食以外は必ずマスクの着用をご協力をお願いいたします。また大声を出しての声援をお付き合いください。ご協力お願いいたします。チケットのお知らせです。東京ヤクルトスワローズ公式チケット販売サイトスワチケでは、来週のタイガース戦、そして7月24日までのタイガース戦カープ戦のチケットを現在販売中です。また明日7月4日からは、8月2日から7日のつまり同盟のチケットの販売も開始となります。2000試合のお祝いの拡散するイベントを行います。スワローズ、ぜひですね、皆さん一緒にあの神宮球場にね、来ていただいて、スワローズをお祝いしたいと思いますので、お越しください。お待ちしております。公式チケットサイト、スワチケで、明日よりチケット、販売開始となります。ぜひご利用ください。はい、それではスワローズ選手のウェルカムコメント、いきましょう。東京ヤクルトスワローズの小澤怜史です。今日もご来場ありがとうございます。今日の試合も必ず抑えて勝利に導きます。熱いご声援よろしくお願いします。さあ、小澤怜史投手、前日ね、支配下登録されたばかり、2試合目で今日初先発が予定されております。現在ウォーミングアップしておりますけれども、ぜひ小澤投手への熱い応援もよろしくお願いします。今シーズンもヤクルト球団神宮球場では新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた様々な取り組みを行っております。皆さん、スーパーテレビジョンの方でどうぞご確認ください。本日はご来場